え？これこれ。はい。ただジグヘッドを持ってきてなくて、これジグヘッドで使うやつなんです。結構俺ハムハムさせますよ。ああ。小森さんがそう言ったらそうだと思うんですけど。登るって感じ。お、すごい。これこういうのズリズリじゃないんだよ。デプス投げて、デプス投げて。デプス投げる。はい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 。デプス投げていいですか。ダメ。これきつい。これ投げれないのきつい。コウさん。ダメもうダメ今ちょっと。ちょ待って待って後ろの後ろのだけちょっと触らせてください。デプス投げたいとか言われた。こっちでもやってたんですよ。ちっちゃかったでしょ、後ろね。後ろだけ投げさせてほしかったんですよ。こっちのは確実にロングタイプでやってたんで。だから後ろで投げようとしたら、空中で2のルアーがぶつかって竿が折れておしまいですよ。ああやってね、ボイルしてるときはアドレナリンを投げ出しちゃダメなんですよ。気狂っちゃうんですよね、あれ。もう全然、ああいうのときこそ落ち着いてキャスト1回やめますよ、僕は。ディップス投げていいですよ。え？ディップス投げていいですよ。いや、そのタイミングで投げます。小森さんなんかセミナー行った時教えてくれましたもんね、はい、エレキの水流を当ててボイルを起こすんだ。ボイルはだからさっきと近づいたから起こっただけで、やってるなあそこ行ってこうこうこうでって考えたら後ろからテプス投げていいですかって言われた。もうめんどくさいな、じゃあ相手投げるかになっちゃうじゃないですか。すいません。だって僕足止めてこれで狙おうと思ったらテプスが飛んでくるんでしょ。ねえねえ小森さんでかぶせてクロスキャスターしないですよ。違いますよ、だから僕は投げないで投げるタイミングを伺うから、はい、その時にジャバジャバやられたらもうやっても意味ないじゃないですか。普通投げないからボイルしてる。伝説のクロスキャストマン後ろに乗してるんですよ、小森さん。伝説すぎるわ。そしてヨリツケなぜデプス、え、レイドジャパンも俺も山ミミズって言うならまだかろうじてちょっとやってくださいよ、釣れるかもしれないからって言うかもしれないけど、なぜデプス。山ミミズ貸してくれるんだったら山ミミズでやります。貸さないですよ。ですよね、貸したら投げるもんって言って。そうですよ、そうですよ。だって今日竿を置いてきたんじゃなかったのかい。小森さんに借りようと思ってる。だってひどいわ、この釣り口だけは本当油断ならないです。ボイルがあったら我先に釣り口が何箇所とかあるんじゃないですか。いや俺聞いたっす。小森さんじゃなかったら聞かないっすもん。聞かない方がまだいい。絶対怒られますもん。聞いたら考えなきゃいけないじゃん。僕何考えなきゃいけないですか今。じゃあ聞かないで投げる。僕が考えなきゃいけないことは田中さんにキャストを許すかどうかじゃなくて、どこ投げたらバス食うかじゃないですか。そうです、そうです。思考をそっちに持っていくのがおかしくないですか。そうです。いや一応ほうれん草も大切なんで。いやもう全然いらなかったほうれん草、あれ聞く暇があったら投げてほしかった。それよりクロスキャスターしないで。クロスキャストの問題やろ。クロスキャスト等しいです。さっきは言葉のクロスキャストやで。名言出た。言葉のクロスキャスやで。いや、思うけど難しいんじゃないですかこれ、ミミズで釣るのは。いや、あそこまでのボイルもう一発くれれば。ボイルを釣るのはミミズで、いいんじゃないですか4号それで。やだ、ちゃんとセオリー入れてみた。おお一発で食った、すげえ。おお、あの草むらいたやつ。あ、はい。そういうとこやるにはいいですよね、オフセットだし。あ、やべ、取ってなかった。そう、何やっとんすか。ミッキーよいしょ。草むらにいたやつですか。はい、まあいいサイズじゃないですか。なんか元気っ子でしたね。すいません。よかったじゃないですか、念願のメガバスじゃなくてなんだっけ、デプス。はい、デプスのですね、フリールドシャットかな、これ新しく出たやつ、これで、バス食ってきましたよ。
ずっとボイルしてるやつに、なんかボイルしてないタイミングで投げて、このオフセットの性能で草の上を、このミッキーマウスみたいな耳で泳がしていたらガブガブガブね、デストロイヤーじゃあ、逃がします。イエーイ、よいしょ、ありがとう。でタックルはこれ、あのガマカツのナローの針ですね、これに合わせてみて、これだとゆっくり巻くとウォブリングローリングみたいな感じで絶妙に動いてくれるんで、これで試してみております。初めて釣ったけどちゃんと映ってなかった。イエーイ、先生釣れました。さっきそれミッキーミッキーって言ってるから僕ミッキーっていうルアーだと思ったけどミッキーっていう名前ではないのね。いや俺が個人的にミッキーが好きなもんで。そういうことなんですね。はい、なるほど。まあ、さっきから草むらの、ね、中でボイルしてて、かなり浅くて、まあ、海水植物の中で僕はこのワームではアプローチできなくて、はい、ああいうフィーディングの魚ってやっぱりそういうルアーじゃなきゃアプローチできないから、はい、まあいつから投げんだろうなと思ったら投げて釣りましたねすいません、お邪魔しました。まあいい魚でしたね、はい、なかなかしっかりとフッキングもできてて、デストロイヤーやりますね。いや久しぶりにデストロイヤーの結構新しめのモデル投げてみたんですけど、はい、なんか自分の持ってるのより格段に軽くなってるし、はい、魚かけた後結構しんなり曲がってくれるんだなって、昔の感じと随分今の感じって違うんだなって勉強になりました。そうなんですね。リールはそれはアルカンセですか。これはそうですね、アルカンセで、はい、竿はデストロイヤーでっていう、こんな感じのなかなか使いやすそうですね、はい、ちょっとまた先輩の邪魔にならないタイミングで投げさせていただきます。ボイルしたらまたやってください。はい、ありがとうございます。ミッキーっていうルアーかと思ってたよ。はい、いやミッキーじゃないです、すいません、デプスの新しい、フリルドシャフトだと思います。はい、失礼します。まあそれは含めて釣りですから、はい、だからあの時に集中してやんなきゃいけないのに、どこから投げていいですかっていう僕に質問をしてる時点で愚問なんです。なんか今ちっちゃいの一匹釣れて、はい、ちっちゃくないですよ、今の大きかったです。一家ストーリーができたんでありがたいです。まあ出た、心のクロスキャットとかこういろいろな名言も出てるんで、なんで一つので投げるのはいいんだけど、はい、別に投げれていいですかっていう、こっちに頭を使わせるのがおかしいです。そう勉強になります。僕は手を止めてそれを考えなきゃいけないんですかって。どうしよう、何言ってんだ、ボイルしてるシーンでこいつは何を言っているんだってところから。走り幅跳びで言うならば、はい、助走を開始してるアスリートの横で僕も走っていいですかって言ってると一緒ですよ。分かるでしょ。分かるよ。さすがに聞く方がおかしいでしょ。あ、これ完璧うっせえよっていう。いやいや分かってるんだけど、それから投げても遅いんですよ、はい、だから、はい、そこで興奮せずにそのバスが次どうするかっていうのを考えて、はいはい、それを落ち着いている間にキャッチが間に合えば投げればいいと思ってるんですよ、はい、